よいしょ、こうやってね器の中で、お皿の中でこうやって3種類を混ぜる。あの中だったね。豚ね、豚がここにくれる豚ね、で、イカで、キムチ、まあ、これなんて言うのかな、今度はトマトも潰して入れてる、完熟トマト。あ、そうそうそう、でね、結局ね、農家とかね、漁師はね、絶対 COVID-19 新型コロナウイルスに強いはずやねん。っていうのはやっぱりそういったものにはね、普段から触れてるからね。あ、じゃあ野菜とか魚とかに、とか、あと肉、あ、漁師の、猟友会の肉はもう出回らへんけど、猟友会の肉ちゃうわ。猟友会の漁師が仕留めた獣の肉は、そんな簡単には出回らへんけど、ただまあ、魚とか野菜とかにはね、普段から何らかのウイルスはついてるのよ。ね、なんかそういったものに絶対耐性はあるはずやねん。漁師とか農家は。でもね、それじゃあ、さらに仮説を進めると、その、ね、野菜とか魚に、ね、ウイルスってついてるんちゃうん、ついてんねん。じゃあ寿司とかどないって、みんな結構取ってんねん。新手のウイルスにみんな弱いだけやろ。うちも含めてな。でしょ？ね。だけどその、ウイルス分解酵素っていうのは普段から育ててるかどうかっていう問題においてね。でしょ？やっぱ酵素はウイルス分解できるから。バクテリアもウイルス分解できるから。スピードの問題やし、それが免疫やねんの。分解できる能力持ったのも、それは免疫っていうねん。まあ、いろんな形の分解もあって、白血球によるものは分解って言わへんだけでね、免疫作用のことは分解とか代謝とか言わへんだけやけど、でも基本的にメカニズム考えたら、分解とか代謝やねんで。広い意味ではね。で、そういった分解力の強い体、代謝力の強い体を作ってたらいいんやけど、それは農家と漁師はあるやんか。それはわかるでしょ？基本的にね。常識としてそれはわかるやんか。じゃあ、私たち市民、都市市民はどういうふうに食べていくかっていう調理法を考えた時にね、なるべく普段から免疫力をつける。そして、ウイルスが流行ってる時はね、免疫力つけたら逆に死ぬからね。26度のお湯の、うちの妹のアスカも、なんか、口走ってた勘違いやけどね。免疫力つけるためにわざと低い温度のアロマ温泉に入ってんねん。お湯の温度低かったら、免疫的な攻撃されるから、そこにアロマも一緒に入れて免疫力育ててるねんな、あれ。だから、いざいう時に育てたら死ぬやん、うちら。で、メカニズムなんだよね、本当に。だから、すっかり、まあまあ、疫病騒ぎがなくなったらまた26度なので、体を、バイキンに対して弱くしといて、弱くなんねん。26度で、バイキン強くなるから、あの温度。その代わりアロマも入れて、ほんで、覚えるわけ。防衛をね。肉体防衛の仕方を、アロマの協力を借りて、振る舞いを覚えてるだけやねん、実は。それをいざという時にやったら、かえってやばいって話をしてんねんね。ね。結局その、農薬とかね、添加物もひょっとしたら発酵でね、要するに体がね、発酵力が強いかどうか、食べ物に対して発酵力が強いかどうか、発酵の結果、うんこになるわけであって、うんこって発酵物やからね。まあ、何だっけ、不正発酵とか言うたからね、たとえ臭くても自分のうんこのこと不正発酵、まあ不正発酵って言うけど、臭い場合はね、うんこが。ね、だから発酵力が強いこと。な、じゃあ、その発酵することによって食べたものを体の中で漬物にしてんの。猿の場合は猿酒とか有名やな。ほんで、だからその、発酵によって、まあウイルスとかも分解できるんだけど、じゃあ、本当はね、じゃあ、だから中にも発酵食品売れてんの。それとあと、じゃあ農薬とか添加物もね、そのイオン塩部分はね、金属やばいけど、それが、まあ、有機金属になってるわけね。要するに、有機の部分の何かと、石油系。石油ってもともとね、恐竜やから。だから、その石油って言っても、究極はね、発酵するはずやね。な、でしょ？そう思うで。あるいは、もう強度発酵の結果、もうこれ以上発酵が進まない状態を石油っていうのかもしれない。でしょ？で、じゃあその、まあ、で、とりあえずその有機物っていうときに、その、炭化水素とイオン塩を分離できたらいいわけやねんな。じゃあ、
ね、用意されたイオン塩は、要するに金属の方は無害なイオン塩に体内で作り変えたらええわけやねんけど、さてそのメカニズムの研究はこれから始まるはずやねん。こんだけ疫病に対して文明が弱いかっていうのが教訓になって、体内発酵っていうのをもっともっと真剣に研究し始めるはずだし、でうちとジリの同級生のある女性医師もその研究をうちの母と兄の僕が関西大で知ってるよ、ね、ジリのライバルだけどジリが仲良かった、うちとは仲良かったからな、その人